はい、死ぬまで剣道をする男、コウキです。大河まで55日前になってます。今日は6時半ぐらいに起きて、もうちょっと早く、あ、6時半ぐらいですね。でね、あの足、今日は足取りやったんで、最初に有酸素運動を、枯渇状態で有酸素運動ではなくて、まあ1食目先に食べてから有酸素運動、いやじゃない、足トレをしました。で2種目目レッグプレスになってます。本当にね、このレッグプレスはね、ほんまにきついですね。足をね、あの1週間2回やってたんですけど、その1回を飛ばしてたんで、ちょっと今日は前足をとことんまで追い込みました。このダンベルサイドレンジでもうね、足がプルプル状態でしたね。今日はね、ちょっと元気がないかもしれないですが、よろしくお願いします。明日、明後日がまあ仕事休みなんですけども、最終に週末になっておりますんで、かなり疲労がピークに達しております。明日も朝から枯渇状態で有酸素運動をして、そこから筋トレしようと思ってます。スクワットこれ110キロの動画ですか、まあ一応110、130、130でやりました。もうね、足がプルプルっすね。もうこんな軽い重量でもって感じですね。でダンベルステップ入れます。これ足の裏のトレーニングしてます。40キロでやっております。で次、内股トレということで6種目になってます。これね、あの足の横幅、前から見た時の足の幅をつけるためにやってます。これ結構ね、足トレで皆さんスルーする部分が多いんで、足があんまり太くないっていう方はやってみてください。でお尻トレーになってます。これも一番重い体重量で、もう一番重たい重量でも軽いぐらいです。すいません、ちょっと肌が出てまして申し訳ないです。で2回目のヒサロ終わって、明日またヒサロが12時からあります。で最近ハマってる人です、 YouTuber。 21歳か22歳ですね。やっていきましょうということで、まだまだでございます。で今日はちょっと食事取ることできなかったね。一応数字としてパンって載せておきました、書いておきました。今日も一日お疲れ様でした。